あということで、はい、今回ですね、真央さんにお家に来ていただきました。こんにちは。はい、まあね、最近ね、ちょっと真央さんポケモンカードを始めたってことで、はい、まあしょっちゅううちに来るようになったわけなんですよね。入り浸っております。入り浸っております、本当に、はい、クリームパンとして。あ、そう、真央さんの方が手が大きいから、もうこれお父さんクリームパンだからダブルクリームパンでやらせていただいて、はいはい、まあ、はい、ポケモンカード始めたいと思った実況者さん、絶対にトリッピーを一回通してくださいね全部教えますんでこんな感じで、まあ一人ずつ最近沼にはめていってるわけなんですけど、あのね、手厚いの、本当にすごく手厚い、ね、まあでも今回やるのは、はい、ポケカではなくてこちら、おアルゴでございます。アルゴ、初めて見ました。頭の良くなるアナログゲームでございます、まあ、子供にやらせたい系のやつじゃん子供ができた時に ね、確かに確かに。まあこれね、ルールは簡単で、まあ、数字当てのゲームなんですよ。数字当て、はいはい、まあこんな感じで、白と黒で、うん、0から11の数字が、うんうん、書いてるカードがあるんですよ。はいはい。まあルールはね、そのやりながら覚えましょう。今回はトリッピーさんに兼ねたら、真央さんにご褒美があります。ちょっと待って、本当に聞いてないやつじゃん、うん、ね、真央さんが今ポケカで一番欲しいボックスって何って言いましたっけ。EV ヒーローズ。おい、あなたおかしくなっちゃう。ちょっと待って、これシュリンクが入ってない。まずなんであるの。いや、ちなみになんですけど、うん、これはもう、僕は一応もう、うん、一応ポケモンカードをメインコンテンツにしてるんで、うん、まあ何か開けたいってなった時にすぐに開けれるように、うん、まあ家に残しておいたわけなんですよ。うん、ただ実際こういうのってさ、うん、あげるよ結局みたいな流れあるじゃん。ある。ガチで僕、うん、勝ったらマジであげません。あるでもあげるよの流れの想定のリアクションまで今考えてるいいの？でもだって負けちゃったけどさ、いや友情だね。ダメです。本当にのやつにしようと思って。本当は本当にガチであげたくないんで、これは僕に勝てたらあげますので。マジでマジ、あ、久しぶりにちゃんとガチでやるわ。一生懸命ルール覚えてください。悪いけど、じゃあ面白なしにします。やめて、面白なし。面白なしのガチの考察やります。やめろやめろ。どういうゲームか知らないけど。やめろ。まず4枚配った後に、はい、自分でカード全部見てもらって、はい、で左側からちっちゃい順番に並べてください、はい、でもし仮に、うん、まあ、黒と白で同じ数字があるんで、はいはい、例えば、同じ数字があった場合左側に黒をお願いします、うん、例えば、まあ、これが5、まあ、はいはいはい、両方ともこの数字が5だったら、うん、まあ、黒を左側に置いてください。了解、はい、うん、練習がてらいきましょう、はい、先攻と後攻じゃんけんいきます、はい、最初はグーじゃんけん、はい。じゃあ真央さん先行なんで、先行1枚引いてください。1枚引きます。でカードを見て、見て、はい、その後にここの予想でアタックっていう攻撃で、アタックこの数字が何かを予想してください。なるほど。どれでもいいです。まあでも最初は正直運ゲーなんで、うん、ただ自分があるカード、持ってるカードを3枚、例えば黒だったら今3枚見えてるじゃないですか、うん、はいはいはい、これはそれ以外のカードなんですよ。で、左側にあるからちっちゃめっていうので、ある程度、はい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 、まあ予想がある程度はつけられる、ね、ある程度はつけれるって感じですね、まあ、このカードはアタックは関係ないの？アタックは、見てるだけでアタックは関係ないですけど、まあそれを触りながらここでアタックってやってください、うん、あ、なるほど。予想で、アタック、はい、何本でしょう。ね、4。違います。で、はい、これアタック失敗したんで、うん、これを表にして、うん、真央さんそれを自分の中に入れないといけないです。なるほどね。はいはいはい、そういうルールでございます。なるほど。ってなると、トリッピーはここが、うん、まあ、3以上ってことが、そうだね、つけるわけですね。3以上ってことは分かる、ね、はい、で、こんな感じで、じゃあ次僕いきます。で、あんまりでかいカード引くと、あれなんだろう。そうだ、まあこれ、まあ運用、引くカードの運用数もあるんで、そうね。で、ここが、4って言ったじゃないですか。うん。だから、まあ俺の予想だと、まあここら辺に5ぐらいが来るんじゃないかなと思って、アタック5で。違います。違います。はい、じゃあこれを表にしますと。はい、はい、こんな感じですね。ああ、なるほどね。はい、はい、じゃあ次、真央さんの番です。1枚引いてください。はい、これで情報がどんどん増えていきます。ドロー、はい、引きました。はい、で、まあここまでの流れで、うん、全部のカード相手の表にしたら勝ち、勝ちと、それだけです。なるほど、面白いじゃないですか、はい、どうする、これ最初からやります、それともこのまま続けていきます。どっちでもいいですよ。じゃあ続けてみようか。じゃあ続けていきましょうか。で、これは一生のやつに入るようにします。しま、じゃあやっていきましょうか。どっちだそれ、わかんないぞ。お前、負けたらやめてくれ。ダメです。じゃあ今言ってください。アタックします。今言ってください。ちょっと、ちょっとゲーム中なんでやめてもらいたい。こういう外乱のやつやめてもらいたいですよ。こいつやめ。はい、いいよ、かかってこいよ。かかってこいよ。先ほど、私はその数字を4と言いましたが、はい、はいはい、違いましたと。5! 違います。なるほど。なるほど。さあ入れてください。ほら、ほら入れろよ。ほら入れろよ。4! あ、おっきいね。
いいね、見ていきます、ね、で、5って言ったから5じゃないんですよ、うん、そこもだから6ぐらいかな、6以上、6、7、8、9、10、11で、なるほど、ね、まあ俺がもし仮にもうカードがあったらそういうのがなくなると。なるほどな、ね、まあまあまあ、でもここはじゃあデカめなんだと思う、7ぐらいでいこう。違います。あれ違うかい、そうかい、そうかい、はい、でも1、あ、でも1強いな、1強いね、1は強いですね。はい、どうぞ。白ドロー、うん、なるほど、11と1、これ11と1、めっちゃ強いやんけめっちゃ強い、正直めちゃくちゃ強い。なるほどね、アタック、はい、3。違いますさあ、上げてください。まあこれに関してはね、ああ、まあ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 、まあここでいいでしょう。はいはいはい、びっくりするぐらい絞られてきたね。そうだね、後半はもうどん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 絞られてくんで、ああなるほど、なるほどね。そうですね、これは、うん、ここ7じゃないんですよね。7じゃない、で9988、まあ6とか、まあ、ここは10の可能性ありますから。まああるね、全然ある、ここは全然10の可能性あるんだよね、うん、多分あるある、うん、左側に同じ数字があったらね。そう、いや、ここから先に上げたいな。うん、上げた方がいいと思うよ。7言ったんすけど、うん、6位で飛ばしてるんすよ。うん、まあ、だから6から行こうかな。へ、6で、当たりです。よしよしよしすると、ここで、初当たりなんで、うん、新しいルールがあるんですけど、当たった場合は、うん、もう一回挑戦、もう永遠にできます、これで。なるほど。それか、もしくはこれをこのまま裏のまま自分のところに戻すこと、あー、ガードを固める、そう、ガードを固めることもできます。なるほど、ゲーマーでシールドを増やすっていう。なるほど。まあ、ただ、俺はこれは、うん、攻めますあー、おいで攻めさせてもらいます。あの、確定してるところがあるんで。ないよ。4と6ですよね、うんうん、で、白は、6だったらこれ右側に来ないんで、うん、で、あ、ここ4の可能性はあんのかあー、4の可能性あんのか、確定はしてねえのか、へ、後でいいかもな、じゃあ、後でいい。でも、あ、そっか、攻めないタイプの動画を作るタイプの人、ね、はいはい、じゃあ違うとこ攻めさせてもらいます。え、でもここな、確定のとこ攻めない、10でお願いします。やっばへやったへじゃあこのまま攻めていこうかな、もう俺どんどん攻めるぜじゃあもう9で外れです。よし、外れか。じゃあ、3ですね。3がどこだ。ああ、なるほどな。3はここ、結構あれですねそれ結構あれじゃないですか結構やばいかもしれないですね、これ、はい、もしかしたらドローします。はい、どうぞ。どう、アタックします。はい、あ、てか、あれ、これアタックします。2です。違います。あー、そういうことだしまった、白もやればよかったかもしれない。ほら、開けろよ、ほら、開けろよ、やだやめてください。やめて、8が入っちゃうのやばくない、やめてください。8が入っちゃうのやばくない、やめてください。やめてください。あら、勝ちたくなと思っていたのに。あらららら、8ってことは、なるほど、白の8はあるか、白の8はあるか。俺なんて言ったっけ、ここ記憶力が9って言ったはずれた気がする。違うよ、いや、そんな気がする。8だ、これ。8でお願いします。違うよ、8でお願いします。違うよ。よっしゃ、アタックするぜ、ここ。あー、やめて。4か5ですね、ここ。4か5です、ここ。違うよ、4か5なんすよ。違うよ、で、見てください。4です。情報全開示されちゃった僕の勝ちです。まあでもね、これは、うん、まあ俺の一生っていうことでね。あれ、ね、なんですか。言ってないっすよ、そんなこと。おー、やっぱそう言ってくるよな。うわ、練習なのにさ練習なのにそういうこと。あ、2の3ね、まあ、2の3のパターンもあるよね。そうだよ、11分からんって。まあ、ちょっとこれ俺がね、最初11と1でね、うん、かなり端っこが空いてて運が良かったんで、うん、まあ本当にじゃあ練習ってことで、はい、あと一戦やりましょうか。了解です。もうあれだ、うん、1勝ちでいいわ。次の勝負で決めましょう。じゃあ、分かりました、これで。
勝ったら男の勝負だよね。二言ないしね。二言はない。ね、もうルールは分かったんで。分かったんで。これまあ正直実力とかあんまないじゃないですか。運ゲーじゃないですか。そう。まあ単純に俺もうすでに7って言ってた後に、うん、なんて言ったっけってなったけどそれに関しては実力が出るかもしれない。あ、そうだ、確かに俺も記憶がちょっとガバガバなんですけどまあ俺のチャンネルあのゲームいつもガバガバなんでそこ何にも言われないです大丈夫オッケー、やりましょうか。あのもうチラッチラ EV ヒローズ見てる俺びっくりするぐらいチラッチラここにね、馬場さんがどうしてもチラッチラ。さあ、じゃあ好きなの選んでいいっすよ。なんかいいっすよ。なんか嫌だしね、俺が選んだら。はい、確かにトリッピーね、そういうイカ様とかよくやるから。いやいや、まあまあ企画ではやるけどナチュラルにはしないっすよ。動画でいつも見てんのイカ様する人なんだって思ったよはいはい。さあ、いやでも楽しいな、ママさんと遊ぶの普通にす、うん、めちゃくちゃ楽しいんすよね、俺。面白い楽しいよね。楽しい。よう喋るやつと遊ぶの楽しいよ。わかる、めっちゃわかる。喋、うん、る量両方とも多いから。そう、あとテンション感が同じ。そう、トリッピー同じなんよ同じなんよ。おい、キャラかぶりやめろあ、潰し合わないといけない。潰し合わないといけない。じゃあ潰さなきゃいけないじゃないかやりましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ俺、まあこれどっちが強いんだろう。まあでも先行でいきますわ。はい。まあ適当に言って当たる可能性あるからね。そうね。はい、じゃあこれはこっち側で、はい、じゃあいきます。まあ勝負だ。ノリでいきましょうか。いいよ。3ぐらいとこかな。3。はい、違います。はい、オッケーです。これはそうっすね、ここかな。6 待って、まあまあいいとこじゃないそれ、うん、結構まずい気がしてきたぞ。ドロー。なるほど。さあ考えてください。ちゃんあのうまい具合に編集してね、うん、あの EV ヒーローズを取りに行くために、うん、ちゃんと考えますオッケーオッケーオッケー。いいよ。何が思いついちゃったの。マスター、アタック。はい。4。あ、違います。こう調光した目、なんかそれっぽく言ってるからマジで怖い。どこ。ほら、え、マオさんマオさんも俺も、もしかして。まあまあやばい。これやばいやつだね、二人とも、うん、まあまあやばい。え、これ待って、マジで、ん、そういうことか。うん、いきます。まあまあやばいよこれ。あれ、待ってちょっと考えろマオさんめっちゃ調光して、早くして。あ、4。うわ、そうやって尺稼ぐんだ。そうやって動画の長さを長くしたことによって動画をいっぱい見てもらおうっていう魂胆なんだ。さっと考えてやれる。いけ、そんな動画ないんだ。さっと考えます。じゃあ俺、うん、じゃあもうノリでいこう、うん、ここ2かな。正解、ありがとうございますありがとうございます。ここは俺勝ちに行きます。チームを言います。おい、ざっけんなマジで。チームを言います。3。正解。1。正解。やばい。まあそうなるよ、ね、まあここはね、うん、まあここも逆に言ったらね01しかないから。確かに。もうここは 50% だよ俺。01、50%。 うわー、お前ほんとに力んでるから。何がアタック数字かしら。ほんとによくね先輩見損なりましたよ俺は。あ、俺は来た。1。なるほど。あ、もうこれは、これはいいぞ。え、これはね、こういうカードが来たら勝負できるんですよ、うん、あ、ノーリスクで。待ってくれ、ちょっと待って。2、3。あ、そっか。でもそっか、白なのか。そうなんです。白なのか。このゲーム面白いな。白なのか。白だったら結構あるのか。4もあるし、うん、3もあるし、うん、2もあるのか、うん、そう。それはちょっと黒いきたいな。今嘘ついたな。今自分の中のやつのカードのやつも読んだらまあ、それ嘘ついたな今。トリッピーさん嘘ついたな。それはまあ、じゃあ適当にいきますわ。ここじゃあ11。正解でございます。まあでもこれ情報増えた。ゼロあるのおい、それ聞いてなかったな言ったゼロあるな。ゼロからな。ゼロあるのね。俺ゼロか1って言ってたもん俺。あ、そう、本当だそっか、ゼロあるんだね。ゼロあります。どう、言ってなかったかもしれない。じゃあ、なるほど。まあここはアタックで開けていきたいところですが、6以上のところのトリッピーの数字がまだ全然見えてない状態で、どうやってアタックをしていくかといえば、はいはいはい、まあ、ある程度ランダムで行った方がいいのかもしれない。なるほど。じゃあここがまず2か3かという問題になってきます。なるほど、はい。じゃあトリッピー君、はい、この数字は
いくつですか。いや、言いませんよ。早くアタックしろや。すいません。あ、でもアタックは絶対しないといけないんでね。あ、そう、1枚目は絶対アタック。1回正解したら、うん、まあ、シールドにすることできます。ミカさん。トリピ2と3どっちが好き？俺は2の方が好きっすね。アタック3。ブー。 あ、 あ、10が見えた。なるほど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 。おい、騙しやがったな。じゃあ行かせてもらいましょうかね。まあここはもう運なんで、いきます。アタック9。アタック9正解。おー、やばい、マジか。ここかな。お、結構良くない。あ、うん、あ、何も変わってない。良 くない。あ、でも一択減りましたね。でもまあそうだね、一択減りました。アタック、はい、あ、もうここは確定でもね、まあまあ、2、はい、2ですね、2でしょ、はい、アタックするしかないな。アタックをします。はい、分からん。白の上 は、 これはね、白の上は分からん、うん、6と近いかい。いや、もうそれはもう何も言いません。トリピー君面白やらないんだ。面白って何ですか。いや、6と近いかどうかぐらいのヒントをくれたっていいんじゃないのかなって。俺はそのぐらいのヒントはくれたっていいんじゃないかなって思って。僕義務教育受けてないんで、この数字が6に近いかとか分からないんですよ。そっか、じゃあしょうがないな。じゃあしょうがないっすね。いや、分からん。でもね、7ではない、なぜならトリピーは7ではない顔をしているから。おー、なるほど。じゃあ 8!違います。うんちさあ、おーおーおお、なるほどなるほどなるほど。あれあれあれね。じゃあ見ます。と思うじゃん。ああ、なるほど。と思うじゃん。ここは、3、4か5はないで4だ。だってもう4か5だよ。いや、5こっち4か5だよ。4です。4か5だよ。4です。もう4です。もういや、もうこれはね、俺ね、アタックし続けますわ。勝てるような気がしてきた。出た出た。ここ9じゃなかった、それだけは覚えてる。9じゃなかった。8、6でもない。え、なんなん、6じゃないじゃん。ん、6、5、6、7、8、え、9じゃない、7、8、あ、7。待って待って待って、一回落ち着こう、一回落ち着こう。トリピー、一回落ち着こうって言って7。一回を、もうトリピー、これは7だ。8だ。なんでわかったの。あ、確定だったんでね。というような、頭の、ひらめきと論理でね、頭の良くなるゲーム、アルゴでございました。え、負けたのに悪いよ。いやいや、そうだね。まあさ、最初に言ったんですよね、勝ったら本当にあげないよって。ただ、本当にあげないです、今日は。ただ、次もう一回収録があって、ここに来た時に、もう一回ユーヒーローズかけて、あの投げをしよう。ここ来るの楽しみになっちゃった。ぜひね、またポケカの収録があった時は来てください。俺、EV ヒーローズマオさんに、俺が負けるまではね、これ、あ、でももしかしたら俺これ、開封しちゃってるかもしれないんですよ。あ、てて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